音楽に合わせ大勢の人と一緒に両手を上げ、ニュースに出てますね。神奈川県にある病院に内田博士の名前で、ひげ生やしましたね。桐島聡容疑者だと、そっくりだね、ただふりに。いや、ただふりだよね、これ。男は先月29日に死亡しました。青森ですか、お場所は。JNN が入手したのは、2012年ノリノリですね、ただふり。陽気なただふりを見ましたね。男は周囲から、ウッチー、ウーヤンという愛称で呼ばれ、藤沢市内のバーに常連客として通っていたといいます。全く別の名前。韓国産業経済研究所の爆破事件に関与したとして、1975年5月に指名手配されています。ただふりね、いい笑顔だね。男は逃亡していた50年近くを神奈川県内で過ごしたとみられ、ただふりすげえな。婚活どころかもう全国ニュースデビューしましたね。ただふりやっぱすげえよ。最高です、ただふり。全国デビューおめでとう。